皆様こんにちは。ドクターホフマンのサナトリウム出演の多部未華子です。キラさんとは以前からずっとご一緒したいなと思っていましたので、とても嬉しかったです。キラさんの作品はよくクスクス笑うような印象があって、シリアスなやつ作品も何度も拝見させていただいたことあるんですけど、それよりかはなんかこうちょっとクスって笑うような作品の方が印象に残ってて、どんな話なのかなとちょっと全く見当もつかない。以前浅見玲さんとはご一緒させていただいて、もう稽古場から本番から初めから最後まで本当にとってもかっこよく頼りにさせていただいて、だから今回もキャストの名前で浅見さんの名前があった時は本当に嬉しかったですし、一緒にこう会話を交わせるようなシーンがあればいいなって思ってます。瀬戸さんはそうですね、以前ドラマので共演させていただいたんですけど、一回もこう絡んでないので、今回はでも本当にどういう人間関係でどういうキャラクターでっていうのも何も分かってないので、楽しみでもあり、なんかこうケラさんがどういう本にしてくださるのかなっていうのはドキドキでもありますね。今回、初めてケラさんの作品に参加します、緊張もしていますが、キャストみんなで力を合わせて頑張りたいと思います。ぜひ劇場へお越しください。お待ちしています。